野球を愛しファンに愛された男、頑張れ俺。渾身の打球がスタンドに届かなくても、内野でも外野でもなく全力でベンチを守っても、野球界で誰よりも愛された男は野球を誰よりも愛しています。今までも、そしてこれからも、やっぱり野球は最高だ。ご覧とって。